どうもー。はい、今回の動画はですね、沖縄限定で売っていると思われる、沖縄限定だよな、思われる、沖縄、あ、でもこれ輸入車、あ、原産国はアメリカ合衆国みたいですね。はい、ただ沖縄でしか売ってないっぽいんですけど、ドクターペッパーってあるじゃないですか。僕小学校の時にドクターペッパーを60円とか50円の瓶で、30円だったかな、まあ、28年前ぐらいの出来事なんであんま覚えてないですけど、なんかその駄菓子屋さんにドクターペッパー置いてあったじゃないですか。でなんかこれ瓶で当たり合ってねえかな、なんか前飲んでたと思うんですけど、でドクターペッパー僕好きなんですよ。ただドクターペッパーのそのなんか薬癖みたいな、これ2種類分かれるんですよ。薬っぽいみたいな、でも好きみたいな。なんかね、あやさんが僕いけますよみたいな、あ、マジですか、ドクターペッパーいける派ですかみたいな。で、あやさんが、いや実は吉谷さんと、ドクターペッパー飲めるんだったらこう沖縄にそれっぽいのあるんですよみたいな。はい、前置きが長い、いつも吉谷です。はい、AW ですね。A&W という、こちら沖縄、僕初めて見ますね、こうコーヒーっぽいですね。こちらがドクターペッパーっぽいということで、飲んでみようと思います。いただきます。今なんでこれワンテイクしたかっていうと、なんかね、思い出しました。これなんやろうな、この味みたいな。これです、湿布です。これすいません、僕の味覚がおかしいのかもしれないですけど、湿布だ、あの湿布の匂いがします。湿布の味がしますね、これ。湿布の、あ、湿布の味って、湿布食ったことないんで分かんないですけど、湿布のメンソール的な、薬とメンソールが混ざってるやつあるじゃない、混ざってると思うんですけど、湿布やな。これなんかこれ嗅いだことあるな、この匂いとか。まあ湿布を食うことがないのであれなんですけど、これ湿布ですね、湿布。筋肉痛とか分かんないですけど、湿布貼るとき、まあ腰痛いとかの普通のあの湿布です。薬用のあの病院から発行される湿布あるじゃないですか、まさにあれです。いや湿布やな、これ湿布やと。いや、マジで湿布ですからね。嘘だと思うんだったら沖縄に来てこれをちょっと飲んでみてください。あ、吉谷さんやっぱ湿布だなと思う人いるでしょう。まあ味覚は人それぞれ違うんで一概には言えないですけど、僕は湿布だなっていう。で、結論言うと、ドクターペッパーと、まあ、結論まで長いですね。まあ、あの、ドクターペッパーと、こちら A&W。まあ、どちらがうまいかっていうと、ドクターペッパー !20 種類の、これね、あやさんが突っ込んでたんですけど、ドクターペッパーって20種類のフレーバーが入ってますっていう書いてあるんですよ。で、その20種類のフレーバーが、何のフレーバーやねんっていうのが、また書いてないですね。1種類目何々って書いてないんです。普通、まあこういうのあるじゃないですか。ちょっとドクターペッパー見てほしいんですけど、1種類目何々、2種類目何々って書いてないですから。でも20種類のフレーバーなんやねんっていうね、謎っていう。そう。でもあれうまいですよ。うん。はい。ということで今回ですね、A&W、レビュー動画になります。湿布の味です。沖縄に来たら湿布を確認してみてください。では。